はい、皆さんこんにちは。今回もですね、トネの使える工具、面白い工具を紹介していきたいと思うんですけども、今回はですね、以前に引き続きスペシャルゲスト編ということで、この方に来ていただいております。トネ RT シンクイッチ4413、高村義久チーフメカニックです。はい、はじめまして、こんにちは。トネ RT シンクエッジ4413チーフメカニックの高村です。今日はですね、何をしたいかと言いますと、トネのショールーム、こちらにですね、高村さんに来ていただいておりますので、高村さんおすすめのトネの工具トップ5というのをご紹介したいと思うんですね。まあ、この動画からですね、このトップ5の工具の良さを皆さんに実感していただけたらと思います。はい、それでは早速、工具の方を見に行ってみましょう。というわけで、手に取っていただいたのが T 型レンチ、ヘキサゴンの T 型レンチ、品番でいうところの THT シリーズなんですけども、こちらがおすすめの工具ということで。はい、そうですね。こちらの工具なんですけど、僕がこの、まあ、トネさんと関わるようになって、開発の方にですね、こんな工具あったらいいなって言ったら、すぐできちゃいました。ってことは、これも高村さんプロデュースの T 型ヘキサゴン。いや、びっくりしました。こんなにすぐできると思ってなくて、すぐこういうふうに形にしてくれると思ってなかったんですけど、最初試作したものをいただいてちょっと使わさせてもらって、でその後にね、少し仕様が変わってきてるんですよ。でこのね、 T 型レンチのすごくいいところは、ここにローレットが切ってあること、であとはもうとにかく軽くてコンパクトな感じにしてほしいっていうお願いをするんで、こうね、くる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 、でこっちにあのヘキサゴンついてるんですけど、こっちとこっちも力をちょっと入れたいときにはできるようになっているので、これオートバイの整備に本当にかなり使ってます。あ、 L 型と T 型と両方いいところを合わせ持った工具ということですね。そうですね、はい、これバイクではぜひおすすめという。もうかなり使えるので、だいたい 2.5、3、3、4、5、6ぐらいとか8ぐらいまでかな、あったらもうほとんどこれ1本でかなりのことができると思うので、ぜひおすすめです。というわけで、 THT シリーズのヘキサゴンレンチ、 T 型ヘキサゴンレンチ、こちら高村さん監修ということで、プロデュースということで、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。では高村さん、次行きましょうか。はい、はい、次はですね、このもうオーソドックスなコンビネーションになるんですけれども、僕これ何が気に入ってるかっていうと、このね、手触りなんですよ。デザインと手触り、この質感がね、すごく良くて、で実はこういう、なんだろう、半ツヤみたいな、こう少しザラザラもしてないんですけど、ツヤが消えているようなやつって結構油ついても滑りにくいんですよね。よくピカピカ光ってるやつあるじゃないですか、はいはい、あれね、トゥルントゥルン滑っちゃって結構辛いんですよ。でかといってすごくザラザラのやつって、汚れが中にすごく入ってしまって綺麗になりにくいから結構嫌なんですよね。でこのね、肌感、まあ、最近のトネさんの流行りでこういう肌感になってるんですけど、これすごく好きです。で手触りが、なんて言ったらいいんだろう、あったかい。で光ってるやつは比較的冷たい感じがするんですよね。で手にすごく馴染むようなデザインなので、これすごくいいと思います。であとスパナのこっちの部分ですか、で正直ね、結構強いんですよ。でどうしても、例えば僕車も整備をするので、スパナじゃないとできないことっていっぱいあるんですけど、かなり開かない。そこのここの強度とはね、すごくあるので、これも皆さん、ネジを壊す人はこういうちゃんとした道具を使ってください。というわけで、実用性も兼ね備えた表面処理、しかも見た目がいいということで、高村さんおすすめのこのトネでいうところの光沢なしじメッキというんですけども、ショットで一回洗したメッキなんですね。なんでこれ何が大変かというと、磨くピカピカの工具というのはですね、ひたすら磨けばいいので作るの簡単なんですけども、例えばですね、こちらカメラ振ってもらって、複数サイズがあるんですよ、このコンビネーションスパナレンチ。この複数サイズでこのザラつき感の仕上がりを揃えるのが、とてもメーカーとしては大変なんですね。なるほどね。それをもってしても、先ほどおっしゃっていただいたように、この光沢なしじメッキにこだわってトネ作っていきたいなと思ってますので、ぜひこのですね、ちょっとザラついたメッキ質感の工具の方、手に取ってちょっと確かめていただきたいなと思います。というわけで、高村さん、次行きましょうか。はい、じゃあ次行きます。はい、はい、というわけで、次に手に取っていただいたのがトルクレンチということで、はい、
このトルクレンチ、まあ、トネ的にもいろいろとこだわりが詰まっているんですけども、ちょっとどこが気に入ってるかということをお伺いしていきたいと思うんですけども、はい、まずねこのトルクレンチなんですけど、まあ、サーキットだったりとかメカニックの業界でベテラン用って言われてるんですね。ベテラン用ですか？ベテラン用です。ベテラン用、あまりイメージが、やっぱプロが使うからですかね。じゃなくて、はい、最近あのメカニックもまあそこそこ高齢化が進んできてます。で、多分いろんなトルクレンチ皆さん見たことあると思うんですけど、こうね、あるじゃないですか、見えない。あー、なるほど。で、これほら、これはわかるでしょ。そうですね、普通トルクレンチと言いますと主メモリ、副メモリがこう、うん、ボディに刻んであって、ひたすらそれをこう合わせて足し算してセッティングしていくっていうのが常だと思うんですけども、こちらトネはですね、独自の数字表示でのトルク設定ができるようにしているんですね。これ特許でしたもんね。そうですね、はい、これ特許なのでトネしかできないんですよ。トネでしか手に入らないんですよ、この数字表示というのが。でね、はい、そのベテラン用って言うんだけど、正直レースの現場でめちゃめちゃ急いでる時、もうパッと緩めてカリカリカリってやってパッと分かるんですぐできるんですね。で、それはね本当にレースの現場ですごく大切で、それがもしちょっと見にくいもので、ね、1キロ間違ってたとかっていう話になると結構えらいことになってしまうので、これはね失敗もしにくい、要はポカヨケと一緒なんですよ。ミスもしにくくて見やすくて、まあ、ベテランでも素人さんでもかなり確実な整備ができるようになるっていう意味ではすごくいいですね。まあ、トルクの管理一つとっても車両が事故を起こすような危険性もあるので、はい、絶対間違えられないというところでこの数字表示が生きてくると。そうですね。高村さん、他には何か気に入ってる部分あります？これもね、うちがそのトネさんと関わるようになって最初の頃にトルクレンチの頭ちっちゃいのにしてみたんだけど、ちょっとテストしてくれませんかって言われて、いきなりこうちっちゃい頭が来たんですね。で、昔のタイプって、あ、そうそうそう、これこっちですね。これ普通に通常昔売ってたタイプで、で、やっぱりオートバイ狭いところに入れなきゃいけないよっていうことで、あのラチェットハンドルのこのヘッドの部分をねコンパクトなタイプにしてもらったんですよね。そしたらこれがすごく本当にちっちゃいところに入るので、すごく塩梅良くて。あ、本当ですか。で、意外にこういうでっかいのって入らないとこ多いんですよ。で、そういうのでね、このちっちゃい頭でこれでじゃあトルクに耐えるのかって話がやっぱりあったので、うちでどつき回しました。お、まあまあ壊れたことは今のところないです。お、信頼のヘッドということで、はい、トネの開発はですね、こういったようにレースメカニック様に工具を供給しまして、フィールドテストを行っていただくという活動をしてるんですね。なんでレースからのフィードバックされた技術がそのままお買い求めいただける製品になってくるということで、この点見逃せないと思います。はい、すごくいいものだと思います。で、こちらのコンパクトヘッドのトルクレンチの方もぜひチェックしてみていただきたいと思います。では高村さん、はい、次行きましょうか。はい、というわけで次に選んでいただいたのがラチェットハンドルということで、はい、こちら、まあ、トネとしてはですね、まあ、5年ぐらい前から一押しということで、もう今やスタンダードなラチェットハンドルとして定着しつつもあるんですけども、こちらもお気に入りの工具ということで選んでいただいていますね。はい、はい、何がいいのかっていうと、これまあメーカーさんでもねそこそこある、まあ、12.7mm の差し込みのラチェットハンドルで首振りのタイプの長いやつになるんですけど、意外にこの長さ、なんとなく長さが分かるかなと思うんだけど、この長さでね、実はヘッドが 9.5 っていうのがあるんです。これね、意外にないんですよ。これが通常サイズの通常長さと同じヘッドのラチェットハンドルなんですけども、長さ2個分ちょいぐらいな。で、私はあの本業の方、まあ、オートバイのメカニックももちろんやるんですが、あの車の整備をしてるんですよね。で、その 12.7mm の差し込みの方だとなかなか大きすぎて入らないとか、実は 9.5 のソケットで 14mm をやるけど長くて届かないエンジンの下の方にとかっていうシチュエーションが結構あって、で、
この長さって実はすごく今便利なんです。で最近よくあるのがね、あのファンベルトが1本でついてるファンベルトで、あのスプリングのテンショナーがついてるやつなんかで差し込みが 9.5 なんですよ。でこれを刺してギューッと緩めてベルトかけてパチンと貼る、はいはい、テンショナー自体にもう、はい、四角が切ってあるんですね。そうです、そうです。でスピンナーハンドルだと、はい、こっちかこっちしかないわけよ。なるほど。で実はこれじゃできないし、こっちもできないし、でちょっとその細かい、このギアもすごく細かいので、カリカリっと合わせてこの辺だな、ういってやってベルトかけてっていうのが実はこれだとできるんですよ、ね、それがねすごくいい。あとはね、あのトネの首振りってちょっと変わってて、ここがねラチェットがこうついてて、ここで固定できる、こういうふうに固定できるんですよね。こういう状態で保持ができる。おお、なるほど、うん、でこれね、あの車なんかで例えばエキゾーストマニホールドを外そうとか思ったりとかして、上からこう工具をこう入れていくんだけど、これだけ触れれば、一ノッチカリカリ言ったら、これで締めれる、緩められるってなった時に、頭がねこのカリカリしてないやつだともうねクリン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 しちゃって、すごいやりにくいんですよ。でこの実はカチカチが、あこの角度だなってやってパチってやって、あったな、ギュッグッグッグッて実はできるっていうのはね、すごく大きいんです。でこれは本当に使ってみたいと分かんないかなそうですね、使ってみてほしいな。そうですね、一度ですね1本お買い求めいただいて、うん、このロングタイプもおすすめということで、うん、またですね先ほどお話しした光沢なし締めっき、このラチェットハンドルにも実は採用してるんですよ。なし締めっきで先ほどの首がグッと固定されて、うん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 、しかも送り角が細かいということで、はい、こちらも高村さんおすすめということで、まあ、使ってみないとわからないと言っていただいたの で、 そうですね、ぜひですね1本お買い求めいただいて使ってみていただきたいと思います。はい、じゃあ、 あとねこのラチェットなんですけど、プッシュキャンセルってこう押すとロックが解除されるタイプなんですけど、これをね嫌いな人もいるんですよ。ただ例えばこういうふうに遠くの方で作業やってる時にソケットが落ちてしまうとかっていう話になるじゃないですか。このプッシュキャンセル、まあ何やっても取れないので、実はこれがねすごくやりやすくて非常に気に入ってます。慣れるとこっちの方がいいですね。あ、なるほど、はい、エンジンルームでコロンコロンコロンとソケットがもう落ちてった日にはもう あみたいな、なるほどまあそういったものも事前に防ぐことができるということで、まあ安全性を求めたらこのプッシュキャンセル外せないよね、はい、いいと思います。はい、というわけで今回はトネショールームに来ていただいたわけですけども、はい、高村さんいかがでしたでしょうか。いやー、なかなかねこのショールームもやっぱり素晴らしいし、皆さんにも見てほしい。高村さんおすすめのトネの工具トップ5ですけど、もう1アイテムということで、ちょっとおまけ、おまけで、はい、高村さんいかがでしたでしょうか。いやー、なかなかねこのショールームもやっぱり素晴らしいし、皆さんにも見てほしい。もう一個あった、もう一個ですか。トップ5だったんですけど、もう一アイテムということで、ちょっとおまけ、おまけで、はい、もう一アイテム紹介したいと思います、はい、これあらこちら篠月メガネレンジということで、これですか。あの業界全然関係ないんですよ僕、正直建築とかやらないので。これ何使うか分かりますかね皆さん。あのですね、鉄骨でできた建物のボルトを仮締めするんですよ。でこれ篠月メガネレンジと言いまして、先端尖ってるやつで鉄骨の穴位置をグリグリっと合わせてボルト締めるっていう、そういうメガネレンジなんですけども、まあ、建築用工具おすすめということで。何がすごいってチタン、これチタンなんで軽いんですよ、めっちゃ痛くないちょっといいですか。痛くない。でこっちこれ鉄ですかね。鉄です。痛いですねいやでもここをチタンで作るってすごいですね。そうですね、これ鉄骨を組み立てる工具なので、うん、高所作業が多い現場で使われることがあるんですね、うん、なのでチタンで作ると
鉄骨の上まで上がるときにとても軽くて、飛び職人さんなんかが好んでチタン鋼を使うんですけども、うん、これオールチタンですからね。すごいですよ。とても軽いんですよ。これうちの八体のインパクトチタンとかでできたりするのかな。おーっとー、それはないそれはないと思う、うん、もしかしたら火花がジャーンと散るかもしれないですね。はい、このチタンの加工もですね、なかなか難しいんですよ。まあ、それもですね、確実な強度を持って作れる技術がトネにはあるよということで、まあ、トネの篠付きメガネレンチ、ぜひですね、どのご家庭にも1本お買い求めいただきたいと思います。というわけでですね、今回はトネ RT シンクエッジ4413チーフメカニックの高村義久さんとお送りいたしました。次回もですね、トネの使える工具、面白い工具を紹介していきますので、また次回もよろしくお願いいたします。